ゴルフハースは、オーストリアの小説家、推理作家、男性、ザルツブルク州、マリア・アルムアム・シュタイナー年名は生まれ、ウィーン在住、ドイツ語圏の推理小説を対象とする、ドイツミステリ大賞を3度受賞している、ザルツブルク大学で、言語学を専攻し博士号を取得。その後、イギリス・スウォンジーのウェールズ大学で2年間講師を務めた、オーストリアに帰国し、 コピーライターとして活躍。1996年、私立探偵ブレナーを主人公とする長編、死者の復活で小説家デビュー。話し言葉が多用され、また語り手が前面に出てきて読者に話しかけたり冗談を言ったりするなどの得意な文体の作品だった。このデビュー作は1997年度のドイツミステリー大賞でドイツ語作品部門の第3位となっている。 1998年発表のシリーズ第3作、きたれ、換気しようは1999年度の同衝動部門で第1位の栄誉に良くしており、1999年発表のシリーズ第4作、静粛に、は2000年度の同衝動部門で第2位となっている。また2000年には、スイスのミステリ賞である、ブルクドルフミステリ賞も受賞している。 ブレナーシリーズは2009年までに長編7作品が発表されており、そのうち第2作、骨男、第3作、来たれ、換気しよ第4作、静粛に、は映画化されている。ブレナーシリーズ以外の作品に F1 レースを題材にした長編ミステリ小説、ブレーキ競争などがある。アオフェアシュテイウングでアトテンデアナチェンマンコム。 ササー等とセレンティアム、ビーダイチエレダスエイビガレーベンデア、ブレンナーウントデアリーベゴットミアク作品の日本語タイトルは上記の文献に従った。ありがとうございます。